で、再びヒカリニウムですが、今 Google マップでちょっと調べてみたんですが、ちょうど向こうの方に小田屋敷跡っていうのがあるらしいんですよ。とりあえず西側の方向に行って回り込む必要があると思うので、一度松木台公園の西側の方に行ってみたいと思います。で、さっきまでは東側のエリアにいて、史跡の広場の縄文住居の跡を見てもらったりしてました。で、こっちにはですね、ピクニック広場とか展望台とかがあったりするんですよ。で、ここのところはちょうど中央広場をぐるっと取り囲むような形で、あるんですが、多分ここら辺りに小田屋敷跡っていうものがあるはずなんですよね。さてと、どの辺にあるんでしょうかねという感じですよね。まあ、名所とか旧跡とかみたいなのがあるんだったら、ちゃんと分かるようにしておいてもらいたいものだと思いますが、釣ってる間になんか看板っぽいものがあるので、看板っぽいものに何か何もわかんないですな。で囲われたところがありますが、ここが織田家の住居跡なのかな。まあ旧織田家とかいたような感じで、家の跡があるわけじゃないですからね。家があるわけじゃないですからね。向こうは駐車場になりますか。まあ、ここら辺りからだいたい西側のエリアに入って、ピクニック広場とかっていうのがある感じですね。
あの辺りがピクニック広場になりますか。ちょうどピクニック一人っぽい人たちがいますよ。まあなんだかんだで何気にマップを調べてみたりすると結構面白いものが見つかりますね。石器時代とか縄文時代とかに作られたストーンサークルの跡が見つかったりとか、あと縄文時代の住居の再現された公園みたいなところがあったりとか、でそういうところを見つけて動画を撮りに行ったりするわけですよ。まあ、交通費だけでもそれなりにお金かかりますしね。カラスが飛んでますね。でこの辺は松木台公園のピクニック広場っていう感じになりますね。なんか変わった形の遊具がありますね。あれはジャングルジムになるのかな。ここも割合広い公園になる感じなんで、いろんなところに入り口があります。で、今現在いるところはピクニック広場の端のところのになります。で、これから一応ワクワク広場の方に行くっていう感じになりますか。で、さっきまでいたのが中央広場のところと、あとその前は史跡広場のところにいて、住居跡のあった東屋とかを見てもらったわけですよ。で、これから、ワクワク広場の方に行こうかなという感じになりますが、ちょっとその前に、なんか面白いものがあったっぽいんで、小さい祠っぽいものがあるんですよね。ちょっとお参りしてみましょうか。ああ、なんかこれはお地蔵様ですね。お地蔵様があって、なんかの石碑があって、向こうの方に小さい祠があります。一応お賽銭でも上げておきましょう。殺生ですがとか言って、ということで次は富士見台公園のワクワク広場にの方に行こうと思います。
れそうだね。中央広場中央広場展望台ということで、向こうの方に行くと中央広場と展望台になるようで、あれがさっき言った変わった形の遊具になりますね。映ってますかね。映ってればいいですけど、この辺は滑り台とかがありますね。真ん中でビュンビュン離れている。あ、形で逆走してるんだ。この辺はワクワク広場になるって感じですね。で、大きい滑り台があって女の子が逆走してますよ。あとはと、向こうの方にトイレがありますね。あとはと、展望台に行って、展望台のところに行ったら、もうここも一通り歩けるところは全部歩けるって感じでしょうか。向こうの方に行くと中央広場に出るっぽいんで、あっちの方に行ってみると多分展望台になると思うので、こっちに行ってみましょう。じゃあ展望台のところに着いたら、一通りこの公園も全部見て回れると思うんで、この動画も終わりにしちゃいましょうか。まあなんだかんだで歩き疲れてしまったので、なんか1時間以上歩いてる感じなんでね、全く疲れもしますよ。向こうの方に見えてるのが展望台かなかなって感じですかね。なんか向こうの方にも変わったシノブジェがあるんで、ちょっと見てみましょうか。展望台よりも先に
然に向きが変わりましたね。こういう感じで石の門みたいなのがあります。向こうの方に滑り台があって、あそこから下のところまでバーッと一気に滑り降りれる感じになってるみたいですね。で、ここら辺りに広がっているのはワクワク広場ということで、そこの滑り台からずっと下のまで滑り降りられるということで、でここにあるのが展望台のようなので、ちょっと登ってみましょうか。じゃあどんな景色が見えるんでしょうね、この展望台からは。なんか螺旋階段があって、螺旋階段を登るといい感じみたいですね。あんまり天気は良くないですが、雨は上がった感じなんで、ちょっと良かった感じですかね。あっちの方に見えてるのは南大沢のマンション群でしょうか。で、向こうの方に丹沢の山が見えますね、ずっと。で、多摩丘陵の山林とかがあって、あっちの方に見えてるのは槍水あたりですよね。で、ずーっと多摩丘陵の山林が広がっています。で、すぐ下の方に湯木小学校があったりしてって感じで、湯木中学校があったりしてって感じで、こういう感じの景色になりますね。ということで、この富士見台公園も一通り全部見て回れた感じだと思うんで、この動画もこれで終わりにしたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。光ニウムが富士見台公園からお送りしました。またまた光ニウムですが、まだ富士見台公園のところにいるんですけど、ちょっと、もうちょっとだけ動画撮りますよ。とりあえず西側の出口に行くまではという感じで。そういえばこの動画の撮影する直前にちょっとスズメバチがいましたよ。スズメバチが目と鼻の先のところにスズメバチがいて、ちょっと睨まれました。何秒か睨み合った後でカラスがピョンピョン飛んでますよ。何秒かスズメバチと睨み合った後で飛んできましたけど、まあこの辺もスズメバチがいるってことですよ。さすがにスズメバチは怖いですからね。まあ刺されずに済んでよかった感じがしますが、で大体時間的に言うと6時ぐらいになるのかな。もう5時36分ぐらい
なんか頭に起こってきた。上から興味で降ってきたのかな。ずっと向こうの方に緑色の滑り台がありますが、その緑色の滑り台は展望台の前のところから下までずっと降りていく感じですね。で、今見てもらっているのがワクワク広場で、その下のところにピクニック広場があるっていう感じですよ。で、もう一回言うと、富士見台公園は東側のエリアと西側のエリアに分かれていて、東側のエリアに縄文時代の竪穴住居の跡が保存された東屋がある史跡の人場があって、で、こっち側の西側のエリアにはワクワク広場とピクニック広場があるっていう、そういう公園ですね。このまま行くと出口になるので、出口に着いたらもうこの動画も完全に終わりにしましょう。トンボがいますね。黒いトンボがひらひら飛んでます。うん。で、これが富士見台公園の西側の出口ということになるので、富士見台公園ですね。向こうの方になんか陸橋がありますね。で、これでこの動画は完全に終わりにしたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。他の動画でお会いしましょう。以上、ヒカリニウムが富士見台公園からお送りしました。向こうの方に下地三号緑地っていうのが